皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。さあ皆さん、今日もこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか？体を動かすと体にも心にも脳にもとってもいいです。こちらはですね、三宮の、街中なんですけれども、ちょっとね、今人があまりいないので撮ろうかなと思っております。さあ短時間でお腹も引き締めて、そして背骨や肩甲骨、骨盤の調整をしましょう。さあね、皆さん自律神経って、知ってますよね。交感神経と副交感神経、昼間は交感神経が優位になることによって元気に活動できます。夜は副交感神経が優位になることによってリラックスして眠れます。ところがですね、どうやら現代人はこの昼間もあんまり体を動かしてないということで、副交感神経が優位になりすぎちゃって、うつ病とかアレルギーとか、何かしらのね、病原菌に対して戦う力が弱まってるっていうことが、多く 見られてるみたいなんですね。ということで、体を動かして、ね、もう病気とか病気というかですね、いろんなウイルスが来ても負けないでいられるような体にしていきましょう。はい、まあ、とは言いながらもね、短時間でリフレッシュしましょう。はい、じゃあまずはですね、ぐーっとお腹を引き上げて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、前回しです。1、2、3、4回にします。はい、逆回し、1、はい、2、はい、3、いかがでしたでしょうか。街中でやりました、ね、こういう空間があるんですけれども、さあ、ね、皆さん本当に運動することによって体にも心にも脳にもいいんですが、先ほどちらっとお話しした自律神経にもいい影響がありますので、ぜひ、ね、この動画で動きましょう、ね、何かきっかけがないと動けないと思いますので、ぜひ、ね、この動画を活用していただけたらなと思います。はい、ということで今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。何度も繰り返していただくとスリムボディになりますよ。はい、ということでまたね、大谷でした。